初期の研究開発の状況というものをね、紹介してくれていたわけですが、そこの部分を、含めてテキストの方でちょっと見ていきたいと思います。8ページ、9ページ見てください。ですね、8ページの方、キュビズムとはってということになっていますが、基本的には大体1908年ぐらいにキュビズムはスタートしたというふうに言っていいと思うんですね。で、ブラックとピカソっていうのは別人ではあるんですけども、この時期はですね、ほとんど区がつかないような作風というか作品制作をしていたわけなんですね。お互いに、一緒に制作をしたり、あるいはもう相談をしたりとかね、そういうことで交流をしていたわけですね。2人はセザンヌが提起していた解決不能な問いかけ、彼自身はセザンヌ自身もですね、自分が何をやってるかっていうのは明瞭に分かっていなかったと思います。ただ自分が感じたままに制作をしていたということだったと思いますけど、私たちの世界の3次元の膨らみ、いわゆる立体感、あるいはボリューム感ですよね。そういうものを、その雰囲気というか、そのイメージをどうしたら絵画、平面、二次元の世界に表すことができるんだろう。それをセザンヌは一番、関心があったということだったんですけどもね。そこから、ブラックとピカスは、これは面白い問題だということに気づいたわけですね。そして、新しいこの機械時代、サイエンスの時代が始まったときに、新しいアート、新しい絵画というものを自分たちは作っていこう、そういうふうな気持ちになって、その方法をいろいろと模索をしたということになります。赤で書いてきました。最初はですね、セザンヌ的キュビズムの時代というふうに言うことができます。ここには、ニグロ彫刻というものも含まれています。ニグロ彫刻、アフリカ彫刻の影響というものも含んでしまっていいかもしれないですね。で、その次の時期に来るのが、分析的なキュビズムと呼ばれる時期。そして大きく分けるとですね、セザンヌ的が一つ、その次が分析的、3番目が総合的キュビズムっていう3つに分ける考え方と、そして分析と総合の間にコラージュの時期っていうものを入れて4つの時期に分ける場合、これがあります。で、主に青で書いておいたようにですね、青で印をつけておいたように、セザンヌ的なキュビズムの時代はニグロ彫刻のボリューム感、それからセザンヌのサクサクタッチですね、それらの検討、そして、ここが大きいところね、形の単純化と幾何学性、この要素というものを導入しようと考えたわけ。結果的にですね、多視点的な視覚というものが入ってきたということになります。さて、それが進んで分析的になってきます。解体した面の自由な連結、ちょっとパーツをですね、それぞれの面的に分解したわけですね。それをもう一回組み立て直しちゃうということです。そうですね、最強キャラメルっていうのは、最近は食べないですね。あれは箱に入ってますね。あれパカパカっとこう組み立て、ばらした後、もう一回こう組み立て直すみたいな。あれをこう切り刻んじゃうような感じですね。こんな感じ、イメージ違うな。はい、そういうような感じで、解体した面の再構成ということですね。それから、ここが面白いところ。面の透明性と片動かし平面化という方法を入れてきた。それまで最初は、ね、不透明な面を組み立て直すということをやってたんですけど、重ね合わせるとちょっと透明感が出てきたりしますよね。それを導入してきたという面の透明性です。平面的に表す場合には片動かし、片っぽだけを影にして片っぽスーッとグラデーション的に塗らないでいくっていう、それが片動かしになりますね。それから輪郭線の放棄と背景の一体化。輪郭線っていうものは背景と、パーツというかそのモチーフとの区別を表現するものですよね。一回その輪郭線を取っちゃいますとですね、あるいはその分断してしまいますと、どれが図でどれが字であるか、背景と図が不明確になっているということがあります。そのことによって画面が非常にフラットな感じになっている、そういうことを、これがまあ分析的なキュビズムの時期の特徴かなと思いますね。その後です。しかし、断片の細分化が進みすぎ、何をモチーフにしたのか、実
在物が不明確になってしまった。したがって写実的な要素をもう一回再導入するための方法として何かいい方法はないだろうかというところで、コラージュという方法が出てきた。まあ、これがパピエコレっていう呼ばれ方で最初出てきますね。パピエというのは紙、パピエコレは糊ですね。糊と紙っていう意味だったんですけど、それが発展してコラージュになってきました。その後の創業的キュビズムと呼ばれるようになる手法は、今度はですね、色面の平面的な配置構成が基本になったということで、大きく変わりました。キュビズムの実験により試みられた幾何学的、図形的、そして平面的、色面構成的な要素は、その後の抽象絵画の中での幾何学的な抽象、あるいは冷たい抽象と呼ばれる傾向へと展開をしていくことになりましたよということですね。じゃあ図の方をちょっと見ていきますね。マルシャン、これは作家名です。マルシャンという作家ですね。でサンポールというあの作品のタイトルです。これまあサンポールという何でしょうね、この他の名前か町の名前かよく分かりません。大体ヨーロッパの場合には丘の上に都市が作られています。丘の上に町があります。それは攻撃されるから一番上に作るんですね。さらにそこの一番の広場のところに塔を作ります。見晴らし台ですよね。それが町 の大きなイメージになっているんですが、このマルシャンもこれ絵ですよ。マルシャンが描いた1921年に描いた絵ですけど、まあ、写真とあんまり変わらないと言ってもいいかもしれないです。それとセザンヌの絵、そしてブラックの絵を比べてみてください。だいぶですね、ブラックは家というか建物というんじゃなくて、なんか積み木が積み上がったような、そういうような雰囲気の立体、キューブというかな、立体立方体とかですね、直方体を組み上げたような形の転換をしましたね。でセダンの方は確かにその雰囲気はあるんですが、もうちょっと平面的、絵の具でペタペタ塗ったような感じが強いんですけどね。そういうような表現をしました。あとビデオで紹介あったように、その下の方ですね、傑作風景というので、これ左側白黒の現場写真です。手前に太い木があって、その向こう側に立方体的な壁を持つ建物が、上は三角屋根ですけどね、ちょっと幾何学的なボリューム感のある建物なんですね。それを描いた絵、これはブラックもピカソもともにですね、セザンヌが描いた絵の部分がありましたので、それを追いかけて制作をしに行ったということです。彼らは一生懸命セザンヌの後を追いかけながら研究開発をしていた。新しい表現はないだろうということですね。9ページ上に行きます。丸7、テーブルの上のパンと果物皿、これもビデオの最後の方に出てきたと思いますね。下にです、画面下側が半月状態、半月状の黄色い部分がありますね。これ一体何かというとですね、折りたたみテープなんですよ。ありますよね、その、もともとは円、伸ばすと円になるんだけど、パカッと折れる。大勢お客さんがいないときはね、小さくて使っていて、大勢お客さん来たときにパカッと伸ばして円形にして使うという、そういうテーブルなんですよ。それなんですね。その上に、果物とかパンとか乗っていると。背景には大きな布、あるいはカーテンがですね、かかっているよという、そういう図、タイトルもテーブル上のパン、果物皿になっているんですが、その右側のグレーの図を見てください。何やらテーブルの上はですね、人が4人ぐらいいる感じが描かれていますよね。さらにその右丸9、ピカソビストロでの宴会となっています。ビストロっていうのはバーというか、そのスナックというか、そういう飲み屋ですね。7番目のこの絵はですね、実はもともとピカソが描き始めた時はビストロでの宴会という、人々が折りたたみテーブルをこう囲んでですね、飲み食いしている、そういう図柄を描こうかなっ
ということで始まった絵だったんですね。それがね、書き進めるに従って修作をしていくに従ってですね、人間がだんだんとフランスパンとかですね、それからあとはコップとかですね、そういうものに変わっていって変形していってしまったというおかしな展開をした絵なんですね。こうしてみるとピカソにとってですね、絵の内容テーマというか何を描くっていうのは彼にとってほとんど興味ないんですね。ピカソにとって関心があるのは造形性なんです。だから何があったっていいんです。大体その美術部の絵っていうのはギターを描いたりね、あとはその何気なく椅子に座ってる人物であったり特徴もないんですよ。全然面白くもない、その辺にありふれたようなものばっかり描いてるんですね。だから内容じゃなくて、それらをいかに造形的に組み上げていくのかっていうところにピカソたちは関心がそれだけにあったわけなんですね。最初にですね、中学生にはピカソの絵は、ね、全然人気ないんですよっていうふうに言いましたよね。その理由っていうのはそこにあるんです。小学生とか中学生にとってね、絵画っていうものは何かっていうと中身の内容の問題なんですよ。どんな面白いお話が書いてあるかとか、どういうストーリーがあるか、何が描かれているのかっていうテーマ性そのものに関心を持つ。それはどちらかというと自分たちがですね、絵を描いたりするのに自己表現でやって自分の考えていることを描きましょうとか、興味あることを描きましょうっていうふうにトレーニングされてきてるでしょ。僕らピカソたちの絵にはそれがないんですよ。彼らは何でもいいんです。ただ造形力というかな、絵を描くという意味での、構造というか、そういうところだけに関心を持った作品なんです。だから中学生たちにとってはですね、分からないんですよ。内容だけで見ようとしてるからね。そのギャップなんですね。まあ、それがすごく分かるのはこの7、8、9のこの、まあ8、7、9、8、7というその展開かな。非常に面白い例かなと思います。そして真ん中左は10番、11番見てください。丸10はですね、ピカソのヌードの女性という、まあ結構早い1910年、11年ぐらいかな、の作品で、なんだかよく分かりません。でもこれはですね、レントゲン写真が1907年に撮られたものがあるんですね。これは女性がですね、ブレスレットなんかしたりする、首輪もしてるのかな、そういう全身のレントゲン写真というものが、まあ、知られるようになっていたんですね。この面の透明性の導入は、分析的機密ですね。面が透明性を持ってきたんですが、これはですね、当時ちょっと知られるようになってきた、こうしたレントゲン写真がヒントになったっていう、そういう分析もあったりします。さて12番13番この辺が一番ですね、分析的キュビズムが進んできたみたいな、もっと細分化した時もありますが、分析的キュビズムの時期には2人の関心はもっぱら携帯にあった。そのために色彩には全く無関心、色は大体この黄色系統か茶系統だけです、あと白黒使うだけなんですね。色なんかどうでもいいよ、分解して再構成する、それだけが面白いんじゃないのっていう、非常に限定された限定した要素で、制作をしていたっていうことだったんですね。でところがですね、彼らはちょっとね行き詰まったんですね。